皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日もとても嬉しいことがありました。いつも先生にこれを見てもらう、先生にこれが聞いてもらいたいと言ってくれるととても嬉しいものです。今日も久しぶりに先生に会いに来ると言って会いに来てくれました。そういった素直な気持ち、嬉しいな、楽しいな、これはどんな曲でかなというふうにイメージをしながら、単調な曲も面白く替え歌にして弾いてみると子どもたちのやる気も楽しく変わります。それでは今日も野口雨情さんの曲で有名な七つの子、この曲はとってもしっとりとした、子どもたちにもよく知られている曲ですが、ゆったりと左手とメロディーの弾き分け、左手がメロディーで右手がグリッサンドをする奏法となっています。曲の形式も少しずつ理解しながら弾いてみるととても面白いものです。ピアノは弾けたらとても楽しいものです。それでは七つの子、ミュージックスタート。Thank you.
速度記号や音楽用語、いろいろ理解をしながら弾けるということはとても素晴らしいことです。ピアノもエレクトーンも楽しい音遊び。子どもたちは先生にいつもこんなのできたよ、自分を認めてくれるととても嬉しいものです。ギロやカスタネットで楽しく音遊びをしてみることも、エレクトーンの音で楽しくいろんな音を聞かせてあげることもとても大切なことです。楽しむ気持ちを大切に、毎日少しずつ無理をしないで練習を楽しむことが一番です。それでは明日も楽しいレッスンを。バイバイ。